ちは、アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画ではアリの血統成分であるトレハロースを蜜餌に添加するとアリの部位付きが改善されるのかどうかを検証していきます。昆虫はグルコース、別名ブドウ糖を体内に取り込むとトレハロースに変換し貯蔵します。そしてエネルギーが必要になった時にトレハロースをグルコースに再度変換し利用します。蜜餌にトレハロースを添加することでブドウ糖やスクロース、別名初糖をトレハロースに変換するプロセスを省略できます。なので初糖を含むミルクシュガーとトレハロースを混合した場合にアリの指向性が高まると予想し実験をしてみましたので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それではトレハロースを添加したミルクシュガーをアリに与えていきます。今回も実験には黄色シリアゲアリに参加してもらいました。黄色シリアゲアリにトレハロースを添加したミルクシュガーとトレハロースを添加しないミルクシュガーをそれぞれ与えていきます。左がトレハロースを添加したミルクシュガー、右がトレハロースを添加しないミルクシュガーです。こうして見ると、トレハロースを添加したミルクシュガーと、トレハロースを添加しないミルクシュガーで、黄色シリアゲアリの部位付きはほとんど変わらないように見えます。気持ち、トレハロースを添加しないミルクシュガーの方がマーカー数が多いような感じもしますが、近くにミルワームがある影響かもしれませんね。少し早送りで見てみます。1時間くらい観察してみましたが、やはりトレハロースを添加したミルクシュガーとトレハロースを添加しないミルクシュガーで黄色シリアゲアリの部位付きはほとんど変わらないか、気持ち、トレハロースを添加しないミルクシュガーの方が食いつきが良いように見えますね。コロニーごとの違いもあるかもしれないので、別のコロニーにも同じ実験をしてみました。先ほどは A グループでしたが、今度は D グループです。このグループは、A グループよりもマーカー数は少ないですが、女王のお腹は大きく保たれています。早速実験してみました。今回も同様に、左がトレハロースを添加したミルクシュガー、右がトレハロースを添加しないミルクシュガーです。D グループですが、1時間くらい待っても、マーカーがどちらの餌も食べませんでした。マーカー数が少なく、女王もお腹がいっぱいだったので、もともと条件としては良くなかったですが、どちらも食べなかったのは意外でした。次に、マーカーが約1000匹いる、C グループで実験してみることにしました。C グループなら、結果が明確に出そうですね。実験の結果です。上がトレハロースを添加したミルクシュガー、下がトレハロースを添加しないミルクシュガーです。トレハロースを添加したミルクシュガーが良い餌なら、餌場の出入り口に近いところに置いた場合に、ほとんどのマーカーはトレハロースを添加したミルクシュガーに来るだろうと予想し、この配置にしてみましたが、やはりトレハロースを添加しないミルクシュガーにも同じくらいマーカーが集まっています。
し早送りで見てみます。1時間くらい観察してみましたが、やはりトレハロースを添加したミルクシュガーとトレハロースを添加しないミルクシュガーで黄色シリアゲアリの部位付きはほとんど変わらないですね。そこで黄色シリアゲアリ以外のアリで実験してみました。トビードケアリで実験します。今回は右がトレハロースを添加したミルクシュガー、左がトレハロースを添加しないミルクシュガーです。トビードケアリの部位付きはどうでしょうかね。微妙な違いのようにも見えましたが、トビードケアリはトレハロースを添加しないミルクシュガーの方が食いつきが良いような気がしました。続いてハリブトシリアゲアリで実験してみました。ハリブトシリアゲアリは前の日にトレハロースを添加したミルクシュガーのみを与えた際に食いつきが非常に良かったので、もしかするとトレハロースを添加したミルクシュガーを好むかもしれません。右がトレハロースを添加したミルクシュガー、左がトレハロースを添加しないミルクシュガーです。ハリブトシリアゲアリの部位付きはどうでしょうかね。1時間くらい観察してみましたが、トレハロースを添加したミルクシュガーの方がわずかに食いつきが良いように感じました。もしかすると、前日に食べているので、慣れもあるかもしれませんね。今回の動画、いかがだったでしょうか。意外にも、トレハロースを添加したからといって、食いつきが良くなるわけではないことがわかりました。トレハロースとミルクの相性が悪かったり、アリにとって最適な濃度でなかったり、他の糖類との比率の問題などもあると思いますので、今後も研究を続けていきたいなと思います。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。